はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、おとついのニュースでね、の国会中継やったんですけども、その映像でね、安倍首相のねマスク姿をね初めて見ました。僕はね賛成です。まあ、公の場やから言うてね、顔を出さないといけないというルールはね、暗黙の領域的な空気がありますけども、まあ、それでもいいけど、それもいいけど、これもいい的なね、感覚でね、僕はいいと思います。まあ、他のね、議員さんらもね、マスクしてましたけども、別にいいでしょう。昨日のニュースの映像でもね、その会議中はマスク姿でしたね。まあ、それからというものを会見をされている人たちもね、マスク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 でしたけども、まあ中にはね、されてない人もいますけどね、東京都知事の小池さんなんかね、記者会見のところにね、記者さんたちが集まるところにこう、バーって歩いて行きながらマスクをこう外して、会見に臨んでもはりましたからね、まあそれはそれでいいと思うんですけどもね、まあまあした方がいいと思うんですけども、まあね、そのマスクなんですけどもね、まあ、今後国民ね、日本に住んでる国民にね、マスクをね、1人につき2枚か、2枚配布してくれることになったので、これは嬉しいことですね。この洗って使える布マスクですね。毎日片方洗ってね、使い回せるんですからね、すごい衛生的ですね。安倍さんもね、そのマスクをね、されてましたよ。マスクが買えないこの世の中でね、国がしてくれてることにね、まあ、感謝ですわ、本当に。本当にありがたいです。まあ、その後もね、そのニュースで街の映像を見るとですね、まあ、自作のマスクをね、されてる方も増えて決めてますね。まあ、それだけね、マスクは必要とされているということですよ。まあ、これでね、マスク買えない人たちもね、安心ですね。それでもそれっていつ配布されるんでしょうかね。どこがね、一番最初に配布されるんでしょうかね。もうそれもね、問題になってきそうですよね。コロナ問題がね、ニュースのキーワードですけども、もうしまいにね、マスク配布問題がね、新たなキーワードになってきてしまいそうな気がしますね。早く配布してほしいですとかね、うちまだ来てないんですけどっていうのとかが、そういうのがね、その街頭インタビューの映像でね、今後流れてきそうな気もしますね。ね、そんな感じの映像を見てるんですけども、小さなお子さんらもね、マスクを嫌がらずにね、されててね、偉いですね。うちの子らもね、出かけるときには必ずマスクをさせて出かけるようになりました。ほんで、その美容室でもね、まあ、僕美容師なんで美容室の話しますけども、そんなのね、各美容室でもね、店頭にこう消毒液を置いたりとか、来店時に検温してから来てくださいとかね、あと営業時間の変更でしょ、あとお客様が座る椅子をね、まあ、美容室ではそのセット面っていうふうに呼ぶんですけども、そのセット面がこう密接にならないように間隔を空けて一個飛ばしてっていうふうな感じでこう座ってもらって、そういうふうな感じの営業の仕方をするんで、この予約の枠をね、削減させなあかんっていう状況にはね、まあ、悩まされますけども、まあ、これも一人一人の、ね、ためにねしてることなので、まあ、仕方ないと思います。そしてね、そのスタッフは全員マスクをするなどね、各店が工夫をされています。まあ、このようにね、美容業界以外でももちろんですけども、まあ、コロナ問題がね収束するまでの各社各企業がですね、お客様のためにスタッフのためにですね、一生懸命やってくれてますので、一人一人がしっかりね防護策を取り組んで安心して過ごせる世の中をね作っていきましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。